今のところから、ひめゆりの塔に来てます。もう5分ぐらいで着きましたね。ちょっとひめゆりの塔まで行ってみましょう。マットーバ行きみそうだよ。なんて？マットーバ。マットーバ。マットーバがまっすぐ。マットーバ行くっていうのはまっすぐ行く。マットーバ、マットーバ。だから例えばタクシーに乗ってまっすぐ行くんだからマットーバ行きみそうだよ。ソーレっていうのは。行きみソーレ？丁寧語。あれなんて書いてましたっけ？メンソーレ、メンソーレ。メンソーレは。ソーレっていうのは丁寧語やから。メンソーレは行ってください。いらっしゃいませ、うん、でいらっしゃいませ。メンソーレ濃い湯じゃねえんだよ、うん、こっち行ったらマキシの市場ですよ。あの青いところ、ね、ちょっと市場閉まってる。市場向こうから帰りましょうか。行ってみる。はい。もう8時になったら全店閉まりますね。この辺だとね。市場の本通り。なんか居酒屋ありますね。立ち飲み屋。メイルステーキ食べてみたいけどな。今どこでハマったっけ？取るまで休み。何ですかこれ。こういうガマってこういうところがいくつかあんねん、ここにね。こういうとこ隠れてたわけ。そうですか。こっちが一番大きい穴で、そこで大体、そこで自決してんの。ツンベルギアって言うんですか。ツンベルギア。これが？これはガジュマルです。ガジュマル。ガジュマル。ガジュマル。ああ、はい、それがガジュマルっていうのか。はい、すごいすごい。初めて見た。ガジュマルです。でっかいなこの。ツンベルギア5文字。はい、盛り上がってますね。立ち飲み屋さん、立ち飲み屋さん盛り上がってます。そのうちちょっと台湾も行きましょうか。与論島まで行ったらもう台湾ちょこちょこ行ってんだけど、ちょこでしょ。台湾面白いよな。台湾お願いします。面白い。台湾人も日本人も。与論島は行かれました？え？与論島。与論行ったことない。行きましょうか。台湾の手前でしょ？だって。ちょっと、いいかな。なんでですか？これ公設位置かな。今移転してんの。本ちゃんのやつは作り直してるから。仮設ですか。ここ、上。
卵と、はい、ご飯ポータマ、はい、おにぎりになってる。はあ、結構ボリュームがあって美味しい。ポータマって言うんですか。ポータマ、ポータマ、はい。ポークとポークと、あ、それが作ってやるわな、飯。ポークと卵とおにぎりになってるんですね。海苔が巻いた。海苔が巻いてね。それ比嘉商店で、比嘉って沖縄の人の名前。はあ、取り皿、取り皿、取り皿。すごいいい香りです。ありがとうございます。即興で思いつきましたね。料理が届きました。鳥だけに。みんなで鳥分けましょう。沖縄でこんなこと言ったら嫌われる。そうなんですか。やっぱり関西のノリと違うんですか。チャンプルーっていうのはな、はい、チャンプルー分からないです。教えてください。混ぜるっていうんですか。はー、これがあの名物沖縄天ぷらや。何やこれ、本物風やろ。これ何を天ぷらしてるんですか。イカと、魚天ぷらとイカ天ぷら。へー、お魚系なんですね。分からへんから、食べてみんと分からへんからね。じゃがいもかと思いました。へー、だから白身の魚とか、それで変えてあったりとか、はい、沖縄の天ぷらで。美味しいよ沖縄天ぷら、独特の天ぷら。醤油も何もつけんで、そのまま食べれる。へー、すごい。どこも食いに行ってないもん、沖縄料理が。今日帰り、行き、ちなみに1900、海洋博の前の年から。ゴーヤチャンプ、すごい、本場ですね。本物見たらあれやけど、本物です。よくあの大阪とか東京に沖縄料理店っていっぱいあるんですけど、ね、ポテトがあって、あのスパムが結構いいですよね、なんかほんまにね。取った、はい。そんな硬いっていうことですか、うん、島豆腐っていうんですか。木綿豆腐で、島豆腐って、ね、木綿豆腐やけど島豆腐って。カラスガー油でこうちっちゃい魚のせて食べてな。あれ瓶に詰めるときに詰めんやろな。綺麗に並べるな。あ、そうです。うちなっていう。うちなって言わんでも、ずっと沖縄で天ぷら言ったらこれが出てくる。天ぷらです。うちなって言う。もっとあの、費用が濃いとこありますよね。うちなって言う。マグロとイカらしいです、これ。大阪弁で言ううちなーいうは私でだけど。あ、それでも。あの、大阪、沖縄でうちなーはこれ島のこと言う。あ、イカです。イカ。あ、そうだね。イカとマグロ。あ、美味しい。うん、これちょっとこっち側置いとく。うん、あっちゃう、まだいいけど。うん、衣が結構あの味ついてますね。これ何ですか。これ衣に味ついてるよ。そう、うん、このままでいけそうな感じですね。そうそうそう、ティースプーンとつけるティースプーンじゃない、ソースをつけて。うちなお、うん、私は醤油派。うん、それいろいろ
そうそう、ソースが好きな方もいらして、なんかあれですね、えらい昭和っぽい感じですね、ここ。昭和っぽい感じですね。レトロ、どころかレトロな感じです。大正っぽいよね。昭和か、昭和初期、レトロな感じがありますね。ええ感じやろ。ええ感じですね。これだからあのコロナがなくなった頃に来たわけだ。ね、多分僕はしょっちゅう来ると思います。こういうな、変に新しい店もあるから。アイスクリーム。えらい環境になるもんね。キムジナーね。木の神様。キムジナ。集まるっていうの。ガジュマロかって言ったらガジュマロ。ガジュマロ。まあ昔ながらの店っていうのがね、青森専門店って言って、青森専門店下手なとこ引っかかるとかなり金高い。そうっすか。それ簡単に歩いてる。まあそんなタクタクになろうかも。じゃあもう今日は反対に歩いてここまでということで、じゃあ明日9時ですね。はい、明日9時、9時半にしとこうか。9時半にして、はい、9時半。